皆さんこんにちは、アイです。はい、私は今ここに向かってると言いますと、6月の26日と今日が25日なんですけど、26日からの放映になる映画ジョン・ウィーク3の試写会に向かっております。で、今日が VIP 試写会ということで、なんか芸能人の方々とかもいろいろ来るということなので、韓国の試写会に行くのは初めてなので、韓国の試写会がどういう感じで行われるのかっていうのを皆さんに公開したいと思います。楽しみ。日本でも試写会っていうのあるよね。あるんだけど、私は多分人生で初めてかな、初めて行くのですごくワクワクしてます。ということで、なんか時間がなくてタクシーに乗って行ってるんですが、ちょっと遠いところまで行ってまた撮影したいと思います。今ジョンウィックの映画のVIP試写会に来てるんですけど、今ここは控え室になっております。今後ろには結構芸能人の方たちいるんですけど、誰かは分からないんですが、今こんな感じでみんな撮影今から行くところの今控え室で一緒に待ってます。ということで、楽しみ、ワクワク。こんな感じなんですね。今から一人ずつみんな出て行って写真を撮って、なんかそういう記事に上がる写真がを撮影する、今待機室です。何撮ったらいいの、ちょっと待機したいと思います。今から写真フォトゾーンに立って写真撮ってきます。おー、いきなりの展開すぎて超緊張してでもあのダイエット企画終わってから、食べたいもの食べなくて普通にリバウンドしちゃって写真でどうするか。笑顔で写真撮ればいい。ロッハイトンスタッフですが、どうした、脇役ってまみですけど大丈夫でした、大丈夫だったかな。だったけど超いい経験になりました。とりあえず映画したら最後から2番目ぐらいだったんですけど、こういうアイドルグループの子たちがみんなさっきのところに立って写真をみんな撮れた感じです。まさか私が立つとは思わなかったけど、すごく楽しかったです。今映画館入って座って映画が始まるまで待ってます。でもこれすごい前、これも撮ってもかな、めちゃくちゃ近い。でも映画楽しみたいと思います。8時に始まるんですけど、そしたらもうすぐ始まります。5分からです。あ、5分から。じゃあ5分から。はい、今映画見終わりました。すごい大迫力で、ちょっと目が。なんかワンツー、正直ワンツー見てなかったんですけど、ワンツーも家に帰って見たいなと思って。主人公の男の人がすごいかっこよくて、ずっとそれで目のほろで今日韓国で初めて試写会に来たんですが、なんか芸能人の人とかも一緒にファンの人と映画を一緒に見ながら、終わったら今いっぱい写真撮ったりとか、なんかそういうの日本には絶対